アムロ風実況。実況者はすいません、アムロ風実況ガンダムオンライン実況者はエテポンゲと申します。よろしくお願いします。はい、今回はね、こちら今ね、招待のその画面なんですが、私のね、YouTube の実況、ガンダムオンラインの実況を、見て、フレンドの申請をしていただいた、トモンボさんという方と一緒にね、参戦しようと思いまして、今、撮影を開始いたしました。はい。非常に嬉しいですね。こちらがトモンボさんで、パイロットカードちょっと見ちゃおうかな。このね、プロトタイプガンダムっていうのをね、持っていらっしゃるのですよ。羨ましい。非常に羨ましいです。おっと、チャットが、一緒に頑張って、なんと嬉しいこと。いや、こちらこそ本当にね、嬉しいです。はい。ちょっと待ってくださいね。こちらこそってちょっと打ちます。はい、こう。ちょっと僕ね、打つのすごい遅いんですが、こちら、こう、そ。これ。はい、よし。では、早速ね、参戦予約する前に、ちょっとね、今回は、新たにね、1機体ね、準備しておきました。今回は、こちらの、水中型ガンダムというのをね、メインのね、ユニットとして使っていこうと思います。これ、レンタル機体なので、この、エネルギーがなくなると出撃できませんっていうのがあるんですが、これがね、回復できないので、もう使い捨てユニットとしてね、参戦させるというかね、お試しユニットみたいな感じですかね。うん。実際はね、レンタルじゃなくても普通に開発用のチケットとして出てるのですが、ちょっとね、レンタルしかなかったので、レンタルだということで、動画を撮っちゃおうじゃないかとね、いずれは使えなくなってしまうのでね、はい。ではちょっとトンモンボさんお待たせするわけにもいかないのでね、早速、参戦予約の方、していこうかな。予約します。ね。このね、ニコニコマークぐらいしか僕ささっと作れないので、申し訳ない。はい、参戦予約いたします。はい。あ、結構待ち時間があるな。こういうのもね、しっかり。結構、待ち。ありますね。うん。楽しいですね。こういう、やっぱり会話しながら、ゲームをできるっていうのは、非常に、ね、楽しいことですね。うん。つくづく思います。はい。あ、そうだ。パイロットカード見ていいか。ちょっと許可取っとかないとな。パイロットカード。カード出していいですか？ちょっともうさっき出しちゃったからな。ダメか？ダメだったらカット。おー、はい、ありがとうございます。もう一度ね、もう一度ちょっと見させてもらいましょうか。うん。トモンボさん。階級は小位でね。対戦成績、100勝の95。あ、私とほとんど変わんないんじゃないですかね。ああ、全然違う。私はもう負けの方が、上回っている。
上回ってますね。うん、全然違うな。うん、あ、でね、ジムの WD 体仕様、うん、こちらもね、私も、開発のチケットというか、その、あれ、出てこなくなっちゃったな。それ、まあ、開発することができるんですけど、ちょっと待ってください。出てこないのはまずい。開発の、なんて言うんだったか忘れちゃったな。まあ、とりあえずね、持ってます。が、私はまだ作っておりません。ユニットワークにもね、上限があるので、山ほど作りたいのが、本当は作りたいんですよ、こちらのジム。ただ、ちょっとね、我慢しております。はい。で、この、やっぱりプロトタイプガンダム、すごいかっこいいな。ねえ、そう、これ見てください。この、ビームサーベル改良型二刀流というね、ものすごい、かっこいいんですよ、これが。ぜひともね、トモンボさんの、このプロトタイプガンダムを、ちょっと、拝めるように、立ち回りたいものですがね。うん。トモンボさん、カスタマイズ中ですね。私のパイロットカード、まあ、こんな感じですね。あれから少しまた参戦して、そうだな、特に変わったことというのは、まあ、レンタル機体を1体今回用意したということ、冒頭で言ったね、うん、ぐらいですかね。まあ、これ見ていただいたらわかると思うんですが、そう、残り6回なんですよ。うん。で、あ、そうだ。エネルギー回復してみようかな。そう、こうやってね、レンタル機体以外のユニットっていうのは、こう、エネルギーを回復させることができるんですよ。ただ、レンタル機体は回復できないと。なので、おっと、新たな人が参戦したけど、脱退。おっと、なんか出入りが激しいぞ。出入り、おん、おん、うん。まだまだね、私のね、知名度は低いのかな。うん、知らないですわね、そんな。アムロ風実況なんでね。今回もちろんね、アムロになっていきますよ。しっかりアムロになっていきますよ。で、トモンボさん、あと6分、あと6分、あと6分、050333、050333、うん、よろしくです。よー、あ、もう全然違う、よろしくです。演習やりましょうか。演習か。ちょっとね、また新たに入って来られる方がいる可能性があるので、待機ということで、も本当はね、普段だったら、ね、一回組んだ時、招待一緒にね、トモンボさんとは前回組んだんで、その時にね、大規模演習っていう、その、ミッションとは別に、その練習として、その、行ける、練習としてね、その、戦いの場所に行けるんですが、そこでね、殴り合ってたので、とりあえず、待機で、お、願いします。あー、うん、けどまあ050333はちょっと行っちゃったな。うん、
あとだいたい1分前後ですね。水中用ガンダムのね、武器情報とか見れないのかな。見れた。こちらですね。変更ビームライフル B3 型。これが、ね、3点式のね、ビームライフルです。非常に強力です。こちらが、炸裂式ハープーンガンというね、なんか、すごいスピードが速い、なんかバズーカみたいな感じのを撃てるんですよ。で、これはミサイルランチャーですね。ミサイルポットとほぼ同じような形です。で、水中用ガンダムというのは、海の中でね、他のモビルスーツ、例えばジムだとかガンダムとかは、海に入ると、その、動きが遅くなってしまうのですが、この水中用ガンダムというのは、海に入ると、動きが遅くなりません。なおかつ、逆に速くなるんだったかな？そういう感じだったような気がします。まあ、今回行く、そのミッションの場所が、海があることを、もう今、願って、ね、予約を、待ち時間をね、待機しておるわけなんですがね。お願いします。ちょっと海がある場所で、ぜひとも宇宙とかだったら辛いな、非常に。水中用の、お試し動画でもあります。海面海面がないとな、海水中がないことにはもうねえ、もう、ねえ、ただのガンダムにもなれないな。水中用ガンダムから水中を取ってしまったら、もう何も残りませんからね。どうか、水中の面で、アクアジムで行こう。アクアジムをトモンボさんはお持ちのようでね。アクアジム。あ、そっか。アクアジムだ。アクアジム。あ、アクアジム。さっきここジムでしたよね。アクアジム。あ、水、水中、閉めましょうと書いておきましょう。閉めましょう。あとね、参戦行きましょうか。参戦ボタンを押してください。さて、行きましょう。よし、はい、戦闘開始までしばらくお待ちください。海がある、宇宙とかやめて。宇宙なんかダメだな。フラグが立ってるな、これ。宇宙フラグが立って いる。おーい、これは、来ましたね。そう。ここのね、下部分が非常に、水中のね、深い部分。こっから上がちょっと浅い部分なので、B から攻めていこうかなと思います。B、B、
し、あ、もう言うている間にちょっと始まって、チャットとこの喋るのって一緒にするの難しいですね。指揮官さんが2はスルーです、踏んではダメ、2はスルー、出撃する地点を選んでください。ここですね。うん、わかりました。よし、行きましょうか。招待またいろいろ入ってきてくれてるんですが、ちょっと今参戦中です、申し訳ないです。了解、出撃します。今月ハプティス行きます。トモンボさん、よろしくお願いします。攻撃開始、敵を近づけ。で、こちらがね、水中ですね。水中に入るとこの下の部分にね、機動力上昇中と、後ろにトモンボさんがいますね。トモンボさん拠点を占領いただきました。どんどん攻めていきましょうか。ちょっとね、いろいろはぐれちゃってるのが多少怖いのですが、指揮官から指示が、大丈夫かなこれ。おお、なかなかの出だし。拠点を占領した。ああ、この、こっちの、あ、まずい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 な。ミサイルポットが荒ぶっている。ああ、トモンボさんいる、トモンボさんおる。ああ、くらえ、まずいな。被弾したか。あー、ダメだダメだ、敵の数が多い。ああ、ちょっとやっぱりね、ジオン軍の水泳部隊は非常に強力ですね。強いな。ではね、早速、あ、皆さん、どうしよう、どうしたら、あ、A の防衛をしたいと思います。今からじゃあちょっと追いつきそうにないので。まだ落ちないのか。これじゃこっちが持たない。これはほんの肩ならしない。ああ、ああ、エゴだよそれは。ああ、ちょっとダメだな。ちょっと真面目にやりましょう。ちょっとまずいぞ。右上の相手の拠点をどうやら味方のね、皆さんが潰してくれたみたいです。呼吸器を破壊しました。こっちだな。ああ、グフカス様ですね。まずいぞ。まずはこのザクワーカー、ああダメだ。こりゃ傑作だね。もう少しやってみようか。よし、ちょっとチャットもね、出撃する機体を選んでください。やられまくり。よし、水中用ガンダムはあと50秒ぐらい、55秒ですね。55秒ちょっと待機時間、ちょっと B の防衛に参りましょうか。今敵の影があったような、ね、やっぱりね、この固まって動くというのがね、あのこのガンダムオンラインはね、コツなんじゃないかなと思います。ただビビってね、後ろに
後ろにね立っているだけのように見えますが、まあそのパターンもあります。ちょっとね、あ、上にレーダー反応してる敵がいるな。3番だから0503さんが戦っているみたいです。よし、助太刀に来たよ。よし、拠点はもらっといた。えい。ありがとうございますって言われましたね。これがまたね非常に嬉しいですね。遅い。次はちょっと迷子になったな、まずいな。やる。あと残ってるのが相手の Y の本拠点のみなので、下ですね。皆さん下に集中しているので、こういう時に水中用ガンダムがね、使えればね非常に攻めやすいのですが、ちょっと、あ、けどもうそろそろかな、もうそろそろ待機時間がなくなる頃合いだと思うのでね。かといって私のこの1番バッターのジムをね下げるわけにはいかないのでね。よし、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 うかつな、あっ、あっ、あっ、待て待て、おい、あー、くそ。よし、なんとか倒せた。倒せたのかな。ここにも、あ、ゾックはまずい、ゾックはまずい、ゾックのこのビームはまずい。あー、まずい、まずい、あー、これは傑作だね。もう少しやってみようか。ゾック強いんですよね。もうゾックのメガリ打ち砲がね、もう思い通りに動ける、非常に強力で、多分盾がなかったら今一撃でやられてただろうな。さてと、水中用ガンダムの出番がやってまいりましたよ。一気に駆け上がっていきたいと思います。さて、基本はこれビームライフルにしていた方がいいのかな。威力が一番高いと思われます。ちょっとまだよく理解していないのですが、ちょっと当てにくいのがちょっと難点かな。うん、この調子なら、あ、これはアクトザクだな。あ、まずいまずい。お、シャアが赤いモビルスーツ、みんなのために、すごいプレッシャーだ。シャアか、ありがとうございます。おお、おお、当たれ、撃つぞ、撃つぞ、当たれ、そこ、あー、まずい、ダメだ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 、あああ、まだだ、まだだ、もうやらないからな。誰がニロとガンダムなんかに乗ってやるものか。乗るますけど、もし乗ります。あ、相手の戦艦が来ておりますね。これは早めに手を打っておかないと戦艦から相手が降りてくるので、まずいな。これはちょっと中に入っておきましょう。中に入っておいて降りてきたとこを一気に切りましょうか。あ、あれ、撃たれた、撃たれた。あ、飛んでちゃダメだ。あ、これバルカンの方が、バルカンじゃなくてこの 120mm マシンガン、あー、ダメだ、乱戦すぎてちょっとカメラが追いつかないな。全然何が行っているのかが分かりませんでした。くそー。
またしてもエースユニットと今回のメインユニットがやられてしまい、回復役に回ることになります。さてと、どんどん回復していきましょうね。あれ終わっちゃった、終わっちゃいましたね。負けた撤退してください。地上部隊を前進させろ。敵艦を捕捉、占拠するぞ。悔しいけど僕は男なんだな。負け惜しみを。戦闘における戦績を報告します。40位。トモンボさんは43位で、053はどこにいたかな。あれ050533さんはどこ行った。あ、いた。26位。おー、すごいですね。個人の評価を報告します。あー、回るとまた戦場に行かなければならない。ダメでしたね、今回は。ダメだったな。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。オッケー。ちょっと負けちゃいましたね。ちょっと水中用ガンダムのちょっと実力をね、発揮できなかったのがね、少し残念ですが、これでちょっと動画の時間的にもね、あれなんで、一旦動画を切るという説明をね。あ、まあいいか。一回ここで、動画の方切りたいと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。